今、11次元エネルギーが頭のてっぺんから足元まで、そして足元から頭のてっぺんまで何度も何度も往復しながら CT スキャンのようにあなたの体を立体として捉えています。そしてその立体の中で最も癒しが必要だと思うところをどんどんとエネルギーを流し込んでヒーリングを行っていきます。アスケントゥンドトゥワリアンルワラルワラスカワラスワントゥンドアスカセルクワラティオントゥワレエンチュントゥントゥアスワラアスカクワリインスウィドゥエルワヴエスカラインサラセスカワラスウンドサラスカワレビアインスカルケティウンドティスカラトゥエンセアスカワランド。3次元の肉体に対してだけではなく、魂が歩んできた奇跡、そのすべての流れの中において癒しの必要なことが起こっていきます。今この瞬間に、同じ時間の中に、過去や未来といった流れの中ではなく、同時存在する過去未来として、あるいはアトランティスやレムリア、ムー、そして地底都市アガルタで生き、またこの人間の歴史が始まるはるか昔、何千年も何万年も前の地球上にあった文明、そして宇宙人によって侵略され奴隷として使われていた頃の人間として生きていられた頃のお気持ち、心の傷、体の傷、それを今私たちは CT スキャンであぶり出しています。そしてその発見されたところには自動的にエネルギーが入り、修復を始めています。小さなものもあれば大きなものもあります。重要なものについてはきちんとお知らせをしていきたいと思います。アスカンクワラスワルティントゥンドティエスカケレクワンサランサンスカワラウィアンスワレテレケンチュンドワスカサンスワランドエルセレコワシアンチュンドトワラセレケントワラインスインスコワラコントゥンアントワラトトワラセイアントゥンドアンセスカティンドトワラセルコントワラワスカセレチュンドアンソンティントワランドエリトゥンケイクワセンドインスワスワラワンド。背骨のところにアトランティスの虫が、住み込んでいます。このアトランティスの虫というのは、アトランティスのちょっと、支配的になってしまった科学者たちのグループによって、造反するグループの監視用に入れられたものです。これは3次元の体には入っていませんけれども、エネルギー体として、監視用の虫が入っていますので、これらをすべて取り除きました。また、腰骨、背骨と腰骨の中間ぐらいのところ、腰椎のところですね、この辺りにその虫の卵がありましたので、これらもすべて取り除きました。アトワケクワスワライアンスワレセレケンチュンドウスカサルクワライアンティアランテントワンスワスアスケスワティアンスワレアンチュンドエンセエルカントゥンクワセスカワラウィアンド。ネイティブアメリカンとして、生まれていた頃に、ちょっと処刑をされたというかね、その移民してきたアメリカ人、まあ、現在のアメリカ人、ヨーロッパ人ですけれどもから、追われて捕まってちょっと処刑をされたという、その時の痛みが、腰の骨格、右の骨格のところに残っていましたので、こちらもヒーリングをさせていただきました。この恐れや、悲しみ、憎しみといったものはもうすべて消化されています。アントゥエスカンセレイアンティントワントワラセレサンスカランドエスカンケンクワンセレエンチュンドウスカサランイアンティエレントゥンドアンルトワランドウエツエスカワランドスワレスカイアンチュンクワランドセレイケントワランドセレン。ご自身のお体を通してエネルギーの奥深くに入っていくと、内宇宙の方へとつながっていきます。この内宇宙の方でとても大きな影響力を受けているものがありましたので、こちらについてのご報告をさせていただきます。マゼラン星雲の中にある星ととても深い関係がありました。そしてこの星はすでに今の時点では、破裂してなくなってしまっている星なんですけれども、この星に住んでいた方々のエネルギーととてもリンクしています。この星の方々は音楽をとても愛していました。これは3次元的なその人間の世界での音楽っていうのとはまたちょっと違う種類のものになるみたいなんですけれども、心の中から湧き起こる嬉しさ、楽しさ、悲しさ、そういったものをメロディーにして、表現する、そういったことにすごく長けていた種族の方々だったようです。この方々とのリンクを、強化させていただきます。強化をすることによって表現力にもっと磨きがかかってくるでしょう。ただ歌というだけではなくて、その歌を取り巻く色や音のその波長ですね、音の波長や周波数による癒しのエネルギーというものもご自身のお声や発する音の中に入ってきます。Saskatoon kuwal iang suwala elkanchund, waskalian tuwala selekang kuwala suwandund, ansi ansin kunti antuwala, sele en suwali an suwandund, ianti elkel kuwala salu suwala iskawaland, uskalutian dunduti al saskantuwaland.セリイアンチュンクワランサラエアンサントゥンドセリケイアンスワラトゥンクンドアンティエスカードエスケクワスワランドセレエンチュンド。内宇宙から一旦3次元のボディの方に戻ってきましょう。ボンノグボのところに六芒星の封印が見えます。これは、アトランティス時代におそらく共に封印された、双子のご自身が双子の姉妹だったようなんですけれども、それも巫女さん、シャーマン的なねお役目をされている双子さんだったんですけれども、お姉さんにあたる方が処刑されました。そしてその時の思いというか念というか魂というかね、それでこの封印を解く時期が来ました。これによってお姉さん、その当時のね双子のお姉さんだった方が持っていた癒しのエネルギーというものがもっともっと強く発動されていきます。癒しのエネルギーを受けて、よりご自身らしく、今までもしかしたらなんていうのかな、他人の体を生きているとか、ちょっとこう自分の人生を生ききれていないような不安感とか、なんとなくっていう違和感をお持ちだったかもしれません。でもそれは一つの体の中に魂が2つあったからだと思います。この封印を解いてお姉さんの魂を自由にすることで、ご自身の魂がご自身の体の中にしっかりとフィットして、しっかりと3次元での生活を行っていくことができるようになると思います。それではこれより封印取らせていただきます。スワルスクルンドワルケレカチャチュワントワイスカントゥンドアイシスカワラウィアンDie älskar svariken kunde, älskar valand, sille i antovaland, sanskavaravian sille, äshuand, vaskaliand, alun tintuara, kereskoaland, salun sinkuand。このお姉さんの魂、今自由になったんですけれども、身近な方でその魂が欠けているような感じがするっていう方が、もしかしたらそういうことは言ってなかったかもしれないけど、その方のところに、行かれたようです。その方もおそらくなんか自分の力を取り戻したというかね、そういう形ですごく充足した感覚になっていらっしゃるのではないかと思います。身近な大切な方のお一人です。ジョワラスワスワンウィアンティエレエンスワンセレケレクワサランイアンティエレインスワラントワラント。全身の CT スキャンが大体終わりました。で、今この CT スキャンが終わったことによって、癒しが必要な部分、今癒せる部分というものがどんどんと、ヒーリングされて、ご自身のエネルギー体がほぼ完璧な状態へと戻っていっています。アスクブウィアントゥワラケリクワンサランドサスクブヤンセレスカンケンチュワンドアスキントゥングンドススカワランド。さあ、それでは今度は宇宙の家族ですね、宇宙の仲間たちとのコネクションをどんどんと強くしていきます。今この地球にありながらも、私たち地球人はかつて過ごしてきた星々の仲間からのサポートを常に受け取っています。エスカスワライアントワランドアリエスカランスワラティアントワリンエスカントンド、後頭部にアンドロメダのエネルギーを入れていきます。アスカサラケンクワンで、これでアンドロメダとのアンカーが強くなって常にサポートを受けられる状態になっていきます。スワリエアン、スワラトワラケンクワン、スワリアンで、第5チャクラに太陽系の水星のエネルギーを入れていきます。エスカンクワラス、イスカントワランド、エスカライアントワラケルカスワランド、ハートチャクラにリラのエネルギーを入れていきます。エレケンクワンサスカワロンド、ワスカセレイアンセレテントワントワラサロンド、ススカウィアントワラエアンサラ。第3チャクラにマゼラン星雲とのつながりを強くしていきます。ワスカンキンコウンド、ベスカリー、アントワスカラティ、エレセレトゥンド、アスカスワランティ、アントワランド、エスカンセレエントゥンド、ワスカンド。第2チャクラのところにバラ十字軍の封印がありましたので、こちらを取り除いて金星とのアンカーをしっかりと強く結びつけていきます。アントワンサスカケンコンサルサレエアントワンドエアンティアランサレエントワランドアスカワラウィスカトゥンドソワリエンソワランド。足の裏のチャクラのところに地球のエネルギーを両足に一つずつ、片足に一つずつ入れていきます。これによってグラウンディングしっかりとサポートをさせていただきます。足の裏でね、小さな地球に玉乗りをしているような感覚だと思ってください。常に足の裏にぴったりと地球がくっついています。アンティエスカケレセレイアンスワラトワライアントワンド、オーラ全体の中にシリウスのエネルギーが入っていきます。イルカが持っている喜び、ジョイのエネルギーが常にオーラの中にあふれるようになるでしょう。アスカサトワンクワセレイアンチュントワラティエスカクワスフォンドアカルクワフラプフィアンドワスカルキーキューチインスウェイエスカントワランド。ご自身を構成しているエネルギー体の中でアンカーが必要なところに全てアンカーを行わせていただきました。内臓の方でちょっと弱っている内臓があったようなので、こちらもヒーリングをして、元気な状態に、細胞が元気な状態に戻っています。ワルサスカトワケクワサライアントゥエレインスワルワンドゥエルケセスカワランスワリオンドゥエスカランド。ご自身が発生する音、音階、音階によってご自身のエネルギー体がすごくきれいにエネルギッシュになっていくそうです。アスカクワラトワンティアントワレスカワラビアンドアスカワラビスカティアンド。なので朝ちょっと元気がないなとか、ちょっと風邪ひいちゃったかなという具合の悪い時、あえて頑張って発声をしてみることで、チャクラ、オーラの全体の調律が行われていきます。アスカクンクワントワラティアラスクンドワスカサルクワイアンチュンドエルカティワラセスカウンドイアンティスカトゥンドクワンセレエンチュンド。体全体が、南十字星のエネルギーととてもリンクを欲しています。ですので南十字星のエネルギーとリンクを張らせていただきました。アンキンクワンスワリアンドティアスカンドセスカワランドアスワリアンセレチュンドウスカンセアンティアランドエスカントワンドインティンドエンスワランエンセスカランド。アイルランドのシャーマンとネイティブアメリカンのシャーマンとアボリジニのシャーマン、すごくシャーマニックな魂の血筋を持っているようですね。これから今後このシャーマンたちに導かれて歩んでいかれるのではないかと思います。リエスカントワラクワサスカンティアンセスカバラビンアドワティエストワラサルン。宇宙のありとあらゆる星々を歩み、最終的に今この地球にいらっしゃっています。歩んできた道筋のすべてがこの星へと地球へとつながるリンク、そのリンクをたどってすべての人がそうであるように、すべての人が地球の大切な一員であり、家族であり、構成する重要な細胞の一つです。ご自身にもその役目があります。そしてその役目を全うするということは、喜び以外の何物でもありません。セスカワブヤントンティアントワセルカワランドワスカケンクワンセレイアンチュンクワランドワスカシアントワランティエレセンスカランドアントワラティエスカケクワランド。この地球上を地球を構成している細胞の一つとして常に喜び、ジョイのエネルギーを思い出して、そして常にもしもジョイを忘れてしまうときはイルカの写真を見たりするとそのジョイの気持ちがまた思い出せるそうです。今この瞬間を喜びとともに生きる。その瞬間を重ねていく。それをご自身の人生を織り上げる糸として、ジョイの糸で織り上げられた人生を歩まれていかれますように。アルクトゥールスより私たちは常にあなたを見守っています。Es cabalgan todas las caras se le enchuan, busca salud que él se le enandu。それではこれにて11次元エネルギーのアチューメントを終了いたします。今11次元